こう前兆が弱いと強めのリーチに行ってもということありますよね。はい、おお当たった、皆さんこんにちは、シーサーです。トミーです、こんにちは。トミーさんお疲れ様です。お疲れ様です。さあ、はい、やってきました。今日はちょっといつもと違う雰囲気なんですが、そうですね、はい、今回お邪魔させていただいたのは、はい、なんといよいよ、はい、再始動直前に迫りました、はい、非公な姫路姉さんです。来ましたね。ようやくでございます。いや僕もねこう数年前には収録でお邪魔したこともあって非常に思い出深いお店なんですけど、はいはい、いよいよこの貴公な姫路店さんが間もなく、はい、開店されるということで、もう店内の方はねちょっと業者さんなんかも入って、はい、ちょっと今せわしい準備の方進めてまして、ねはい、まあ、それだけねもう再始動を控えているということで非常に楽しみにやってまいりました。やってまいりました、はい、そして、私シーサーとトミーさんの企画なんですが、はい、まあ、前回のシリーズでは2人でこうバトルをして罰ゲームなんかを用意してやってきたんですが、はい、今回からは新シリーズのスタートということでですね、まあ、今回は貴公なグループさんに設置されてある機種を2人で打ちながら、はい、まあ、機種のことを知りながらまたその機種が設置してある機種ですから、はいはいはい、お店の中でどういった動きをしているのかとか、まあ、お店における立ち位置みたいなこう営業に関する話もちょっと加えながら実践の方を進めていけたらなと思います。そうですね。で、これを見られた方がですね、なるほど貴公なさんではそういう感じでこの台を使われているのかというのがちょっとでも伝わればいいかなと思いますので、はい、まあ、今回バトルではありません、はい、ただ、まあ、楽しいところやっぱり見せないと動画なので、まあ、どっちがこう見せ場を残せるかっていうのは大事になるかと思います。僕らもともとも強いですから、特にこのオフの、そうですよね、しかも今回実践する機種、シンフォギア2ということですから、もうなんかもう当たってしまってるような感覚が、もう前回もすごかったですもんね、ショールームで打った時はもう今日はもうどんだけ見せてしまうんやろうっていうぐらい自分でももう怖いですけどね、そんなに自信があるんですね、もう特にまあこの貴公な姫路園ということでやっぱり私のこう気負うものもありますから、はい、確かにガンガン見せていきたいなと思いますね。そうですよね、ここでトミーさんがいい場面を残して、そして貴公な姫路店の再始動にこう花を添えるみたいなね、ってことは今回出玉的にも期待していいと。やってやりますよ、もうこれは気合入ってますね、まあ、僕はちょっとねシンフォギア2の方は実践経験めちゃくちゃ少なくてちょっと自信ないんですけれども、はい、まあ、それでもね大当たりそしてラッシュの流れなんか見せれたらいいなと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。やってやりましょう、もう、はい、お願いします。さあトミーさん、はい、今回は、ええ、フィーバー戦記絶唱シンフォギア2ということでね、ええ、こちらの方をお互い打っていきたいと思います、はい、今回特にバトルとかじゃないんですけれども、はい、まあ、やっぱりね絵的にどっちが見せ場を残せるかっていうのは大事になりますので、そうですね、はい、はい、いいとこ見せれるように打っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。実はトミーさんとこの台を一緒に打つのは2回目になりますね。そうですね、前回が三協さんのショールームで、そうですね、導入前に打たせていただいたんですけれども、はい、まあ、やはり導入されてしばらく経ちますけど、どうです、稼働しているお店の状況は。いや、まあ、休業からの再開で、はい、本来であれば4月に動いている機械が、はい、まあ、5月中旬以降の開店でようやく動いて、まあ、1ヶ月遅れぐらいで動いたんですけど、はい、休業でなかなか厳しい中でも、はい、この機械だけはもうバリバリ動いてましたから。ああ、そうなんですね、はい、まあ、やっぱり前評判も高かったですけど実際動かしてみてもやっぱりお客様の支持を得ている機種、はい、ということですよね。もうその本当に休業のそんなんを全く寄せ付けないような衝動でしたよね。あ、はい、素晴らしいですね、まあ、やっぱり、ね、シンフォギアシリーズといえばこのライトミドルスペックっていうのも魅力の一つですけれども、まあ、初代とかなりこう似てるにもかかわらず出玉性能上がってますからね。そうですね、はい、で今まだ初代も動かしてるじゃないですか、はい、まあ、初代と2とですね人気を分け合ってるような形ですか、はい、優劣なく。やっぱりさすがにですね、はい、これが出てからは初代がガタッと厳しくなりました。じゃあもう初代打たれてた方がそのまま2に行かれてるという感じですかね。そうです、まあ、あとやっぱり検定切れっていうのがあるんで、はい、
まあ、もう撤去せざるを得ない状況というのも将来の場合はありますから、はい、まあ、なるほどですね、はい、これから長く使える機会にお客様が、まあ、信頼でもありますしね、まあ、こんなね見た感じからしてもう興味をそそるような筐体なんで、うん、確かに島端から見てもね、10代20代並んでると非常に目立ちますね、はい、もうね導入されてしばらく経ちますので、はい、実際ご覧になられている方も打ったよっていう方多いと思いますけれども、結構僕の周りはね初代の方が好きっていう方と、いや2が面白いっていう方と割れてますね、分かれるでしょうね、分かれてますね、はい、まあこうやって姫路園で今日打って、はいやっているのも、はい、やっぱり地域最大級の取り揃えということで、はい、設置台数は22台あります。コーナー姫路店さん1円パチンコに2台、あ4円パチンコに20台という形ですね。低差しでも打てるっていうのはありがたいですよ ね、 そうですね、はい、まあ、これからねあのシンフォギアツちょっと打ってみようかなという方にもですね、はい、あ面白そうだなと思っていただけたらいいと思いますので、しっかりそのね魅力的な部分っていうのを出していきましょう。お、まあ結構ねシンフォギアシリーズ前兆ありきの部分もありますのでね、強い前兆が入ればもちろんね展開に期待したいですけど、やっぱりこう前兆が弱いと強めのリーチに行ってもっていうことありますよね。はい、お当たった、あっという間でしたね。あれ今、指導時のあのアニメーションの画面入ったじゃないですか、あれなんだろうと思ってたんですけど、あれ結構強いやつなんですかね。すごい、いや疑似にだったし、まあさすがに当たらんかなと思ってたんですけど、はい、というわけで、まあ、これがやっぱり面白さですよね。そうですよね、ライトミドルのいいところですよ ね、 そうそう。さあここからですよ、シンフォギアチャンス突入になるか、まあ、バトルタイプと振動タイプというところでバトルタイプを選んでいきたいと思います。さあ時短1回プラス保留4つ、5回転勝負ですね。突入率が約 51% ということで、シンフォギアチャンス GX ですね、今作のねラッシュは。さあ、これですね、レバブルからんで、まあ、全部同じですね、かなり熱いパターンです。いきました、オール翼でございます。難なくラッシュに入りそうですね。はい、簡単すぎました一発。いやーやっぱシンフォギアシリーズって、まあ、初代も2も、ね、こんな速いあたりからラッシュっていうのよくありますからね、まあ、こういうのね実際営業中のホールで味わうと癖になるんでしょうね。はい、というわけでシンフォギアチャンス GX 突入でございます。すごい、いやラッキーでしたね。早すぎでしょ、早すぎました。4ラウンドですね。イーサさんの幸先ええってことはちょっと俺怪しいですね。こっちはなんか結構ねどっちかが調子いいと調子悪かったりしますもんね。さあラッシュ中の大当たり4ラウンド、6ラウンド、7ラウンド、10ラウンドと
というところで一番下のあたりでしたね。ここはで、まあ、ここからが初代とちょっと違うところなんですよね。時短の数が7回、11回、99回という振り分けがあってプラス保留の4回というところで勝負になります。まあさすがに継続率約 82% と言われている台ですからね、そう簡単には終わらないんじゃないでしょうか。お、はい、うわ2発目でございます。うわいやー、こんなの味わったらもう早速打ちに行きたくなるな。まあ、前回打った時はショールームで打ちまして、まあ、バリバリ出ましたけど、もちろんねホールに設置してある機種ですから正真正銘 の、はい、あのお客様も打たれる台ということ で、ね、まあ、ここでねさらにいい展開作れればやっぱすげえなってなりますよね。あ、さあ2回目ショールームの時は2人とも出玉合戦みたいになっちゃいましたね。そうですそうです、お10ラウンド絶好調ですね。絶好調。わあすごいな。まあね、4月以降僕もその収録の自粛だけじゃなくてホールに行くことも控えてて、はいはいはい、しばらく打ってなかったので実はあのショールーム以来なんですよ、はいはいはい、いよいよねこれからは営業中のホールで打つ機会も増えてきますので、まあ、普段スロットばっか打ってますけどパチンコもいいですね、はい、やっぱり ね、そうですね。特に最近のパチンコ瞬発力の高い台が多いですから。その通りですね。どうです、やっぱり営業されてるお店の中では、はい、これまでこうスロットばっかり打たれていたお客様がパチンコに流れたりとかっていうこともあります？正直今ありますね。あ、そうですか、はい、スロットからパチンコっていう流れも、はい、やっぱりそうですよね。まあ、どちらかで言えば、まあ、私が担当している証券なんかは、はい、スロットの、 この戻りっていうんですか、はい、休業前と前後の戻りでいうと、はい、パチンコの方がいいんですよね実は。あ、そうなんですね。というのはやっぱり信頼がなかなかするとリリースされてないでもありますし、まあ、そんな中でパチンコこうやって瞬発力のある機会が、はい、どんどん出てます、ね、どんどん出てますんで、まあそ、まあ、まあ新宝器は筆頭にですよね、まあ、大工の源さんもしっかり、はい、まあ、そのあたりがやっぱパチンコの回復力の後押しにしている要因かなと思いますけどね。まあそうですよね、まあ、あとやっぱりのんびりゆっくり遊びたいという方ももちろんいらっしゃるんですけれども、結構効率よく勝ちたいとか ね、 そうですね、短時間で出したいという方も多くいらっしゃいますので、おお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 その顔、おおやりましたよこれ。もう前告知してますよ。さあトミーさんも早い当たりとなるか。はい、3連目多分これですね。このこれ次最後の次の保留ですね。嬉しいよ。これ入賞で動くとびっくりしますよね。あ、緑に変わりました。
か微妙じゃないですか。ちょっと張って弱い、ちょっと弱い。おお、さあ4連目。さあどうかな、トミーさんの台は。これは今日も手玉合戦ですか。いやいや、まだ当たってないまだ当たってない。あ、そうですか。あれ、まあ微妙でしたよね今ね。ちょっとね、あの入賞時にこの役物が動いたのでおっと思ったんですけど、これってめっちゃ熱くなっか、熱いですよね。熱いはずですけどね。どれくらいなんでしょうね。 60% とか多分 50% とかその辺じゃないですか。いやー、つらいさあ4連目も10ラウンドです。いや、今回やっぱりラッシュ中のあたりの 50% で10ラウンドが取れるっていうのは大きいですよね。あ、そうですね。もう表示上4000ポイントオーバーですよ。まあね、しっかり2分の1で10ラウンド取れてるっていうのもいいですけど、当たりが早い。さあ10ラウンドの後ということでね、まあ、もちろん表示上は7回の時短となってますけれども、まあ、一応振り分けでは11回時短、99回時短の可能性もあるという感じですね。だからまあ前作と違うところは、最後あの終了画面になって流れ星が流れなくてもまだその後まで分かんないっていうところがありますよね。手紙一つか。これ手紙って、これ絶対これ光るんでしたっけ。手紙の時はそれが光って、それが高速点滅だと扱ったりしますね。お、5連目、あれ、こんなあっさり当たるんだ。やっぱり 82% は伊達じゃないですね。これであっという間に5連目です。まだ打ち始めて本当に短い時間ですけど、10ラウンド取れればいきなり一撃5000発オーバーということになります。白図柄ってすごいですね。これ 50% あるので10ラウンドの振り分け、偏った時はもう2連続3連続当たり前のように来ますよね。はい、これで早くも3回目の10ラウンドゲットです。だってまだ30分経ってない、15分くらいですよ夢あるわ。いや、ライトミドルでこの瞬発力はね、やっぱ夢ありますよ、まあ、だからこそ絶大な人気を誇ってるわけですよね。でもこの手の機会だったら結構遅い時間までお客様残って打たれたりもするんじゃないですか。そうですね、まあ、普通のねミドルタイプだったらもう8時9時ぐらいで見切ってっていうところですけど、まあ、ライトミドルでこの瞬発力があれば夜10時ぐらいまではいけますね。いけますもんね。だからいろんなお店行った時に時々お話するんですけど、結構お客様が知らずに打ってないっていう年があるじゃないですか、その台の特性を。でそれはやっぱりお店がしっかり店内でお客様にアナウンスしていかなきゃいけないですねっていうお話するんですけど、そうですね、やっぱり朝から来られるお客様が求めるものと夕方から来られるお客様が求めるものと、まあ、時間帯によってもこう適した機種があるわけじゃないですか。なのでこう時間帯で店内の装飾をちょっとこう、ね、変えてみたりとか、夕方からはこういう機種がおすすめですよとかあればもっといいなと思ってるんですよ。なるほど。
で僕もね普段スロットばっかり打ってるとパチンコを知らない機種結構あって、あそんな機種があったんだって後から知ること多いので、そういう時にこう店内入ってね、夕方から短時間勝負におすすめとかゆっくり打ちたい方はみたいな、まあ、以前ねそういう案内されてるお店結構あったんですけど、最近見なくなったので、こう朝のポップと夜のポップと夕方のポップと、まあ、そういうのやっていったらもうちょっとねお客様も来てくださるかもしれませんねっていう話はよくしますね。さあ6回転目になりますので、次が7回転目のジャッジですね。まあ、ここも10ラウンドの後ということで11回が選ばれている可能性もあります。7回転目、まあまあまだまだここからでしょう。まあ、2ラインなんでそこそこ期待していいんじゃないかな。7回転目はまあ 50% ぐらい期待値あるということですので大丈夫。ダメでした、まあ、まだ分かりませんからね。さあ流れ星あるかな。あー流れ星はなかった。おーこれですよ、かっこいい。これが時短99回が選ばれてたパターンですね。かっこいいよ。そうだから流れ星なくてもわからないっていうね、早速この演出が見れてよかったですね。わー10ラウンド取れた後にその11回とか99回の振り分けがあるので、まあ、これが前のあたりがね4ラウンドとか7ラウンドとかだったらちょっと絶望的でしたけども、いやーよかった。これで7連目になります。99回は最強ですよね。絶対当たるでしょってやつ。あれトミーさん当たった時にこのセグは見るタイプですか、ラウンド数。見たり見なかったり見たり見なかったり基本的には見ちゃいますよね。結局ね新本屋特にこう目についちゃいますもんね。そうそうそう、まあ楽しむ意味ではあえて見ないようにするのもね、やっぱりそうですね、一応楽しむっていう意味では。例えばトミーさんが見てるお店はその閉店時に例えば各編中の台とかあった場合はどういった対応されてるんですか。もう時間が来たらおしまいですね。あもう終わりです、はい。まあ、兵庫県が持ち越しであったりとかっていうのができませんので、はい、あそうか地域によってルールが違いますもん ね。例えば隣の大阪府でしたら、各編キャリーオーバーっていうのができますけど、ね、おキャリーオーバーいいですよね、できるところは。それだけで閉店まで粘ろうって思いますもんね。そうですね、また朝一来店していただく、そうですね、お店にとっても、はい、やっぱり統一するっていうのが難しいところなんでしょうけどね、まあもちろん終わりの問題もそこには存在しますから。まあまあ確かに、お店的には持ち越しされたらちょっとっていうところも結構ね多いでしょうけど。何発ですか今。今6000ポイント超えたところですね。まあまた10ラウンド来た。これで7000ポイントは超えていきます。わかっこいいやつ来た。これ初代でもあったあの演出ですね。さあ10ラウンド終わりでこれで8連目ということになりますかね。よし、じゃあキャラ変えよう。翼でいきます。
さあ再び7回転目までいくかどうか。ラスト7回転目、まあ、一応ここも10ラウンドの後なので外れたとしてもまだ可能性は残します。絶空の方だったらちょっとまずいな、ここは。さあ頼むぞ翼、風林火山が見たい。あ、緑ですね。さあ9連目になるかどうか、いけ、おーダメか、ここまで。もう1回復活見れるかな。10連したらまたキャラ選べるんでしたっけね。あ、そうですね、あの隠れキャラですね。8連止まりか、まあでもここも10ラウンドの後一応 10% 以上の振り分けあります。99回復スタン、うーん、おったー、ここまでか。8連ということで最初のシンフォギアラッシュ GX 終了になります。まあでも、まあ、10ラウンドだいぶ偏ってましたからね。そうですね、しっかり取れたと思います。しかも当たりがめちゃくちゃ早かったですからね。さあこれでお互いまた通常時ということで、はい、まあでもね、前回までこのトミーさんとの実戦バトル形式でやってたので、まあ、どっちが出すかみたいな感じでしたけど、まあ、こうやってね出玉を競うわけじゃなく、お互いねいいところをこう目指していくっていうのもいいですよね。はい、そうですね、ギスギスしますから。そう、勝った負けたの話をするとね。店長とか役職が見てるからやるんじゃないよって、お客様のためにやるわけです。信頼できるスタッフの方にしかし、あの大事なコーナーっていうのは任せられないですよね。おっ、エバブルー、待った、これこのまま行くとトミーさんラッシュなしで終わるかもよ。はい、